皆さんこんにちは、ひだのまなみです。今日はですね、こちらの動画を振り返っていこうかなと思うんですが、今回なぜ振り返ろうと思ったのかというと、この時の、心境と、術後4年が経ちまして今の心境とやっぱりちょっと変化があるんじゃないかなと思って、これを皆さんと一緒に見ながら、私の今の状況をちょっとこうお話しできたらなと思っています。で、改めて、自己紹介をさせていただきます。子宮体がんステージ 4B に、29歳の時に罹患しました。で、先ほども言った通り術後4年が経ってます。で、現在33歳、今年34歳になる年です。で、29歳の時は、子供も欲しいなって思っていた時期で、子宮も卵巣も全部摘出しなきゃいけないっていう状況になってしまって、それは本当にショックでショックでたまらなかったです。で、そこは今でもやっぱりこうちょっとへこむようなこともあったりとかもするし、少し前も大泣きしてしまったりとかそういうこともあるので、そこら辺は意外と変わってないなーっていうのもあるんですけど、そういうのもちょっと今回振り返りながらお話しさせていただこうと思います。はい、こんにちは。今日は私が癌だと知るまでの経緯についてお話をしようと思います。話し方全然成長してない。まず最初に私の病気のことをお話ししますと、子宮体がん類内膜腺がんの G1 で、腹水やグレードのことです。大網膜に変異があり、ステージ 4B 期でした。ちなみに大網膜は胃の下にあって、エプロンのように腸の前に垂れ下がった膜だそうです。で、もしこれがなかったら胃とかにも転移してたのかなと思うと、ちょっと今でもゾッとします。はい、今はその膜と子宮を全部取っているという状態です。はい、ちゃんとがんだと発覚したのは、体調がちょっと変だなとか悪いなと思ってから1年以上かな後のことになります。で、一番最初に調子が悪いというかおかしいなと思ったのが不正出血です。大変でした。私は中学生くらいに生理が来始めて、で、大人になるまでずっと生理不順でした。2、3ヶ月に1回来るのが、自分の中ではもう普通になっちゃってたんですね。もう多分この時点で病院行ってたらいいんですよね、本当はね。そのあたりから薄くちょっと茶色っぽい感じの血が毎日出るような感じになって、織物シートとかで全然賄えるくらいのがずっと出てました。本当に不正出血があったら早めに病院行ってほしいです。放置してて、で、その当時結婚してたので、そろそろ子供も欲しいなと思ってたので、近くのレディースクリニックに行って診察してもらったんですけど、ちょっとその薄い血とかくらいだったら全然そういう人も結構いるよなんて先生が言ってて、漢方を出すんでちょっと様子を見ましょうと言われました。で、同時にお腹のエコーの写真も撮ったんですけど、エコー写真見ると子宮の中にちょっとポリープがあるね、またこれは定期的に検査していきましょうって言われてました。で、子宮頸がんの検査も一緒にやって、それは全く問題ないよって言われたので、よくあることと頸がんも大丈夫だしっていうことは、子宮のがんは全部大丈夫だと勝手に思っちゃってて、先生に今ならね、体がんがあるって分かりますけどね、漢方飲んでこの時はもう定期的に通えばいいかなと分からなかったので、で、しばらく通院して、そこから半年か1年かちょっとはっきり覚えてないんですけど、突然生理の血が大量に出た時があって、夜用のナプキンに塊がドーンともう乗っかってるくらいの量、ドーンと乗っかってプラス下着もズボンもむしろ入っちゃってたり、例えばソファーとかもいつもと違う、なんかもう血だらけになる感じのくらいの量です。で、寝たら治るだろうと思って寝て、次の日普通に仕事行くんですけど、ある程度生理も落ち着いて、また1ヶ月後普通に生理が来ます。で、
1ヶ月で生理来るのは自分の中ではもう逆に珍しいなと思ってたんですけど、まあちゃんと来てよかったなと思って、でその日また前回と同じように大量な泣きと吐き気、吐くっていうのがあり、またそれも寝たら治るだろうと思って寝たんですけど、思い込みってすごいですよね。途中で目が覚めて血が出る、自分はがんじゃないと思ってるので、もう分かってるし、吐き気もすごいし、もうトイレ行くまで歩けなくて吐いちゃいながらもうトイレ行ってみたいな感じで、さすがにこれはおかしい、まあ、ずっと前からおかしかったんですけどさすがにおかしいと思い、もうここで救急車を呼びました。まあ、ちょっと大きな病院に行ったんですけど、まあ、救急だったので婦人科の先生もいなく、朝になり、まあ、帰るんですけど、まあ、しっかり前の通ってた婦人科に行ってくださいねっていう風に言われ、うん、で朝タクシーで帰ってお医者さん行くんですけど、ちょっと前のお医者さんはなんかこう不信感がちょっとあったというか、今まで、まあ、丁寧に対応してくれたんだけど、セカンドオピニオンは本当に大事だなと思います。違う病院に行こうということで、その後病院に行ったんですけど、もうそこの病院ではもうすぐにもう大学病院行ってくださいっていう風に言われ、紹介状書くからもうこの先生はすごく行ってください、早かったですね。でその後大学病院行って診察して、まあ、細胞を取ってもらい、で帰れるのかなと思ってたら、うん、もう念のために入院しましょうと言われ、初めての入院。その時先生は、まあ、貧血くらいで念のためなんでというふうに言ってくれたんですけど、まあ、5日間くらいあの赤い点滴、鉄分の点滴を入れて、で落ち着いて、貧血はね本当にすごかったです。顔が真っ白でした。で次の通院までの間に病院から電話が来たんです。で先生が、次は検査結果をお伝えするんですけど、ご家族もしくは旦那さんとかと一緒に来てください。今ならわかるんですけどね、この当時はなんでだろうと思って、本当に思ってないし、まあ、その他の大きな病気にもなってるなんて全く思ってなかったんで、うん、なんでみたいな、頭の中はもうハテナでいっぱいだったんですけど、仕事だから無理ですとか言ってましたもんね、まあ、もう予想ついてるかもしれないんですけど検査結果を聞きに行ったら、あなたは子宮体がんです、ステージ2か4です、手術しますと言われ、まあ、ここでようやく自分ががんなんだなということに気づきました。で今思えばずっと疲れやすくて、例えばショッピングセンターに行って少し歩いてもうすぐベンチ座る、また歩いて、うん、もうすぐご飯屋さん行ってちょっと座って休むみたいなのが結構続いてたんですけど、まあ、それは多分貧血なんだなくらいにしか思ってなくて、この時に比べたら今の方がめっちゃ元気ですね、本当にくらいにしか思ってなかったんですけど、もう一つ不正出血も今思えばそういうことかっていうふうに分かるんだけど、自分は本当に何もない、大丈夫と思い込んでたからステージ4とかになっちゃったんだなっていうのは今ちょっと後悔しています。早かったらね。まあ昔の自分に伝えるのであれば、もう早くお医者さん行って、お医者さん行ってもちょっと変だなと思ったらセカンドオピニオンした方がいいよっていう風に伝えたいですね。だからもうちょっとでも体調悪いなと思ったら、皆さんも本当にすぐお医者さんに行ってもらえればなと思うし、会社でやる健康診断とか、うん、街の健康診断とかぜひ行ってもらいたいなと思っています。でこの時とちょっと変わっていることが、今年に入ってからかな、骨密度の検査をしまして、骨密度が、かなり下がっていました。で現在その薬を毎朝、起きたらすぐ飲む薬を毎日飲んでいます。そこがこの時とちょっと違うことですね。でなぜ骨密度が下がっちゃったのかというと、卵巣摘出することによって、女性ホルモンが、出にくくなる、出なくなる、
そうすると、まあ、骨を形成するホルモンも一緒に出ないっていうことらしいので、骨粗鬆症になっちゃうんですよ。で、他の動画でもちょこっとやってたりもするんで、そちらもぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、その影響で、今私の骨年齢はもう80代オーバーという感じになっています。はい、まあ、骨が折れないようにですね、注意をしています。で、まあ、手とか足とかだったら、まあ、痛いんでしょうけど生活できるくらいだとは思うんですが、大腿骨が折れちゃうと寝たきりになっちゃう感じらしいので、本当にそこは注意しなきゃいけないなと思って、今、まあ、その辺を意識しながらは生活をしています。で、この動画を撮った時1年以上前なはずなんですけど、まあ、この時もね、思い出しながら喋ってはいるんですけど、今より忘れてることも結構あるので、私はたまたまこうやって YouTube とかブログとかインスタとかをにこう記録をしてあって、まあ、それで覚えているっていうこともあるんですけど、術後何年経っていくとこう記憶の中からその辛かったこととか大変だったことってどんどん消えていくと思うんですね。なので、まあ、今の生活の方が必死になっているっていう自分の方が今大きいかなっていうのもあるので、まあ、それも元気になった証拠なんじゃないかなと思っています。その時の心境と、また術後4年経った心境と、なんか変化があるかなってちょっとこう考えた時に、まあ、さっき言ったようにどんどん忘れていくっていうのはいい意味で変わっているなっていうふうには感じるんですけど、やっぱり子供のことに関してはまだ慣れないなーっていうのが正直なところありますね。ちょっと慣れたところもあるけど 100% ではないので、まあそれはなんていうかこう複雑な気持ちになるっていうのは変わらないかな。変わってるようで変わってなくて、変わってないようで変わってるかもしれないっていう、なんかちょっと自分でもよくわかんない感じにはなっているんですけど、まあその妊孕性、子供のことに関してはまだしばらくちょっとこう変わらないかなというふうには思っています。で、まあ最初に言った通り、まあちょっと薬も増えてしまったので、まあ、今後再発しないように、まあちょっとストレスをためないように、まあ、なるべく頑張っていこうかなとは思っています。はい、という感じで子宮体がんステージ 4B、 がんが発覚するまでの経緯というところをちょっと振り返っていきました。まあ今術後4年なので、次5年、まあちょっと一区切りにはなるんじゃないかなと思っているんですが、まあちょっと前の主治医の先生からは、まあステージ4だし術後10年とかは経過観察見た方がいいんじゃないのかなとも言われてはいるので、まあ気を抜くことがなく、まあこれからも元気に生活できていければいいなと思っています。はい、今日の動画が少しでもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。